はい、皆さんこんにちは。 CFB マネジメント代表の小川哲平です。今回はですね、 CF ネッツグループの管理会社である CF ビルマネジメントとですね、 PM プロパティマネジメント賃貸管理のプランの特徴についてご紹介をさせていただきます。まず当社のですね、プロパティマネジメントの管理料はですね 7% と設定をさせていただいています。通常相場が 5% と言われていますので、そこからすると割高に感じられる方もいらっしゃると思うんですが、今回はですね、その根拠についてこの後ご紹介させていただきますので、ぜひですね、最後までご視聴をお願いいたします。この管理料 7% だからこそですね、我々は本当にオーナーの皆さん、クライアントの皆さん、投資家の皆さんのことを考え抜いた PM を実現できるという、そんなポリシーを持ってですね、お仕事をさせていただいております。不動産管理会社のですね、主な3つの形態についてまずご紹介をさせていただきたいと思います。まず1つ目がですね、客付け重視型の管理会社というパターン。まずこの管理会社はですね、主な収益源を客付け手数料、仲介手数料としていて、自社で仲介店舗を持ちながら管理料は安くしておいて、この客付けの部分ですね、利益を上げようというようなビジネスモデルの会社さんです。比較的大手の管理会社さん、有名な管理会社さんのところで多い傾向にありますね。で、大家さん側からと入居者さんから両方のですね、仲介手数料、我々でいうとこの両手仲介、ダブ手なんて言ったりしますけど、ここの手数料受領を狙うため、自社の客付けにこだわるがゆえにですね、囲い込み情報を囲い込んで、自社のお客さんしっかりと優先に、客付けをしていこうということが起こってしまいがちな、ビジネスモデルになってたりします。あとは収益源がですね、やっぱり入退去がないと利益が上がってきませんので、やっぱり入退去があった時にしっかりと利益を上げていかなきゃいけない。そうすると、現状回復の工事のところで儲けたりだとかですね、あるいは付帯商品の販売、いろんなスプレー缶の問題とかもありましたけど、ああいうのを高額で売ってですね、そこで利益を上げることを狙うなどですね、大家さんと管理会社の利益相反、大家さんの損イコール管理会社の儲けみたいな感じのですね、相反する関係が起こってしまいがちな、ビジネスモデルになっているというのがこの特徴の一つです。続いてのですね、管理会社のパターンとしてはですね、報告重視型の管理会社さんということで、これ日本でですね、最も多い管理会社さんの形態なんですが、安定した収益源として、管理料というものを狙っているわけですから、地場に根付いた管理会社さんに多いんですけれども、安定した管理料が目的なんで、何にも起きないことがベストなんです。管理していれば管理料ってチャリンチャリンと入ってくるような感じになっているので、何も起きなければ一番儲かるんですよね。で、比較的受け身の体制がどうしてもそういったですね、ことから多くなってしまいがちで、ただ、地場にありますんで、物件近所にあるんです。だからきめ細やかな報告書、写真を撮ってですね、現地こんな状況でしたよなんていう報告業務っていうところが非常に強かったりします。なので、そういったきめ細かい管理っていうのは実現できる一方でですね、やっぱり何も起きないっていうのがベストな体制ですから、何かいざあった時の有事の対応力が劣ってしまっていたりだとか、あとはどうしても地場だとですね、物件の情報っていうのが、空室対策の情報っていうのが少ないですから、情報量としてですね、今まではこっちの物件は5万円で決まっていたけど、こっちの物件は5万円じゃ決まんなかったよね、だからこういうような条件で行きましょうよって提案をしがちなんですが、我々のようなですね、大きなエリアで全体ですね、管理をしていると、あっちのエリアでは家賃こんぐらいまで上がってるから、少なくともここではこのぐらいまで家賃上がってるだろうっていうようなデータがあるわけですよね。それに基づいてご提案するんですが、どうしてもですね、地場の管理会社さんっていうと、過去の事例にですね、非常にこう左右されてしまいがちなんですね。せっかく家賃をもっと上げれるような物件であっても、前例を踏襲して、前年を踏襲してですね、やってしまったりっていうことがあったりするわけです。ここが一長一短あるわけですね。そして3つ目がですね、プロパティマネジメント型の管理会社ということで、これが当社がここに当たります。オーナー様のですね、経営代行という立場に特化した形になっているので、オーナーさんの代わりにね、賃貸管理、賃貸経営をしているという感じの管理会社のスタイルになります。なので、当社で言えばですね、客付けについてはもうマーケティング、市場分析とか広告の作り込みとか、要するに商品を作るっていう生産のところにですね、特化をしていて、あとの販売についてはより多くの仲介会社さんにもうフルオープンで客付けを図る。これによって多くの管理会社さんがお客様を連れてきてくれるので、早期の客付けを図ることができるというのが、こういった管理体制の特徴になっています。なので、自社で仲介店舗あまり持ってないというケースが多いです。現に当社ではもう店舗はほとんどないですね、いう形になっています。で、オーナー様のですね、経営目標の達成から逆算していって、どうやってね、積極的にその目標を早く
確実に達成できるかということに特化していますから、受け身の姿勢じゃなくて攻めの姿勢としてのやっていく管理会社という形の、ポジションになってきます。でなので過酷な指標であればあるほどですね、他の管理形態よりも成果を上げやすいというふうに我々は考えているので、こういった PM 型のですね、管理といったものを皆様にご提供させていただいておるという感じになっております。ここまでがですね、管理会社の主な3つのパターンについてご紹介をさせていただきました。でもう少しこの3つ目の PM 型の管理会社である当社のですね、管理の特徴をご紹介したいと思うんですが、当社が提供する3つの主要業務として、リーシング、空室募集、リスクマネジメント、危機管理、そしてプロパティマネジメント、経営代行、この3つのですね、主要業務について今回の動画ではお話をしていきたいと思います。まずですね、管理会社のパターン、3つのパターンの1つ目のですね、会社さんで客付け重視型の管理会社さんで起こりがちな利益相反のある空室募集の特徴としてはですね、この左上にオーナー様がいらっしゃって、その下に利益相反のある不動産管理会社ということで赤く塗ってある部分ですね。で通常はこの右側にいる入居者さんたちを仲介会社さんが連れてきてくれますよね。そして管理会社の物件を客付けして、結果オーナー様に家賃が入ってくるというのが一般的なんですが、客付けで利益を上げたいがゆえにですね、たとえ仲介会社がいい入居者さんを連れてきてくれたとしても、その、ね、申し込みを断って、ね、自社で客付けをしてきた、しかもその入居者さんは決していい入居者さんとは言えなかったとしてもですね、入居者さんから仲介手数料1ヶ月もらえるし、大家さんから仲介手数料と、あとは AD と呼ばれる広告料が設定されていればそれももらえるわけです。そうすると制約利益は3ヶ月分もらえるんですね。これが仲介さんの連れてきてくれた入居者さんだと、ね、入居者さん側の仲介手数料ももらえないし、オーナーさんからの広告料というインセンティブ、客付けの、ね、フィーももらえないわけですから、仲介手数料1ヶ月分だけの収益になっちゃう。1ヶ月と3ヶ月じゃえらい違いですから、そうすると不動産管理会社としてはですね、客付け重視型の管理会社さんとしてはやはり直付けといったものをですね、狙っていきやすくなってしまうと。これが利益相反という感じになります。なので仲介手数料の多い少ないというもので取引を選んでしまっているので、自社客付けを優先しがちで、まあ、そうすると機会損失、空室期間も長くなりますし、仲介会社さんからも嫌われてしまったりするので、結果負のスパイラル、どんどん客付け力が落ちていってしまう可能性があるという感じです。これが物件が人気物件であればね、全然問題なく稼働していくんですが、どうしても築10年15年20年経ってくると人気も衰えてきますよね。そうなった時にこういう管理会社さんに任せているともう、ね、厄介で、仲介会社さんからこの物件嫌われちゃってますよね。なかなか客付けもしにくくなっちゃうっていう特徴があったりします。なので、こういったですね、利益相反、オーナーさんの利益と管理会社の利益が相反する状態、矛盾した状態になってしまうというのが、こういったリーシングの特徴になっています。で一方、当社のような PM 型の管理会社のリーシングとしてはですね、自社で仲介店舗を持ってませんので、もう基本的には全ての仲介会社さんにフルオープンで情報をご提供しています。なので全ての仲介会社さんがそれぞれ入居者さんを募ってですね、そこから吸い上げた入居者さん、早いもん順で決めたりだとか、あるいは入居者さんの良し悪しで、ね、決定をしたりだとか、オーナー様にとってどういった選択肢がベストなのかというのが選べる立場にあるわけなんですね。で、じゃあ我々ね、管理会社側では何をするかっていうと、もう本当にマーケティングに集中特化します。市場調査をして賃料の設定をしっかりとして、物件のですね、現地の作り込みをきれいに仕上げて飾り付けをして、そして募集広告もしっかり我々の方で素材を用意します。写真を当社の方でしっかりときれいなのを撮ってきて、通常ここにロゴマークとか入れてもうね、コピーできないようにしたりするんです。不動産会社さんと競争ですから。ただ我々はそんな競争を一切しません。うちで作った素材っていうのは全部の仲介さん、わけ隔てなく使っていただいていいですよと、どうぞ売ってきてくださいと、売りやすい商品を我々は提供しているのでどうぞ売ってきてくださいよという形で、本当に販売促進の営業会社さんとしての位置づけとして仲介さんにお願いをしていますので、市場の適正な評価を受けながらですね、物件の客付け、早期の客付けを実現することができるので、家賃が市場相場よりも著しく安くなってしまったりとかいうことはなくって、むしろより高く決めるためにですね、どうしたらいいのかっていうマーケティングをすることができるという感じです。これがオーナーさんの経営目標を達成するために必要なですね、リーシング体制であると我々は考えています。続いてですね、当社が提供する3つの主要業務のうち2つ目、リスクマネジメント危機管理についてお話をします。
不動産投資にはですね、こういった多種多様なリスクが潜んでいます。どうしてもつきものなんですね。なので危機管理は絶対に欠かせません。そこでですね、当社ではリスクを未然に予防する、当社独自、当社ならではのですね、オンサイトマネジメント体制というものを敷いています。当社では OM 事業部という事業部がありまして、そこが統括していますが、この画面中央にあります OM 体制はうち鎌倉に本社があって、ただ管理物件は東京23区、千葉、埼玉、横浜、川崎とかですね、そういったちょっと距離があるわけです。なので大家さん結構心配されてしまいがちなんですが、我々はそこを10個のエリアに分類していて、それぞれのエリアにずっとですね、常時巡回スタッフをぐるぐるパトロールさせています。なので入居者さんから水漏れがありましたとか、隣の方がすごく騒音でうるさいんですとか、そういったリクエスト、サービスリクエストが入った時には24時間のコールセンターで受け付けて、パトロールしているスタッフにすぐ、ね、タイムリーに連絡がいくと。情報共有をすることによってですね、よりタイムリーなトラブル解決ができる。なので地場に根付いた管理会社さんよりも当社の方がタイムリーでスピーディーな解決っていうのができるっていうのが実際のところですね。で、あとは巡回報告書といってですね、どこの管理会社さんでも巡回報告書っていうのはあると思うんですが、我々の場合は ABCD でランクの評価付けをしているのと、これによって異常の早期発見につながるのはもちろん、あとは管理物件ごとのですね、何でしょう、年齢一覧表みたいな感じで当社では作っていまして、築10年のアパートが何棟あります、そうすると、じゃあ今年年内に鉄部塗装をやんなきゃいけない、あるいは高圧洗浄で重点的に清掃しなきゃいけない物件が何棟あるかっていうのをしっかりと管理をしていますので、そこをしっかり巡回報告書と照らし合わせてですね、メンテナンスをしていく、物件を維持していくためにですね、ご提案をさせていただく。15年20年経ってくれば大規模修繕をしなきゃいけない、じゃあ大規模修繕をした方がいいのか、する前に売却した方がいいのか、我々不動産投資のコンサル会社ですが、そういった出口戦略まで見越して賃貸経営のですね、こういった長期修繕計画というものを実現することができている。これがまず一つ目がリスクを未然に予防する OM 体制という感じになっています。で、2つ目が未然に予防しようと思っていても、いざトラブルが起こってしまうというのがこの不動産投資、不動産経営ですから、いざトラブルが起きた時どうしようということで、当社ではですね、社内に弁護士がいます。通常管理会社さんって提携している弁護士さんが、ね、いらっしゃる、普通はいらっしゃると思うんですが、うちの場合は同じオフィスにですね、もう弁護士います、社員としています。瀬戸というですね、弁護士がおりますので、何かトラブルがあったらすぐ声かけてですね、顔つき合わせて、こういうような案件なんだけどって法的見解をね、確認することができる。さらに我々当社の創業者の倉橋はですね、日本国内の賃貸トラブル解決のパイオニアとしてですね、業界内に知られています。こういったですね、書籍も出版させていただいていて、賃貸トラブルのですね、マニュアルといったものを不動産の本当にですね、大きな業界団体向けに書いたのも当社の創業者である倉橋なんですね。なので我々は賃貸トラブル解決のパイオニアとして、業界内でも知られていますし、当社もですね、こういった、お困りごとを解決してそのまま管理をさせていただくということで管理個数を増やしてきたという経緯もありますので、ここのですね、トラブル、いざという時のトラブル解決能力については日本一であると我々も自負しています。そして、続いてがですね、当社伝統の無期限滞納保証ということです。これはもう家賃滞納というのはどうしてもつきもので、どんなにリスクヘッジをしていても滞納されてしまう時にはされてしまうんです。ここをじゃあどうやってカバーをしていくんだということで、我々も不動産投資の、コンサル会社としてもうご紹介した物件についてしっかりとですね、責任を持っています、責任を持って管理ができるからご紹介をしているわけですから、ここでトラブルが起きちゃうと数十万円、数百万円損失が出るということもザラにあるわけですね。そうするとワンルーム投資なんかで言えばですね、ワンルーム投資というのはそんなにね、何千万と儲かるような投資ではないですから、コツコツと利益を上げていく投資なのに、滞納事故でですね、100万200万と飛んでいってしまうと何十年分の利益が飛んだんだよということになってしまいがち。こういったことが過去も何度もありましたので、そこをしっかりと我々の方でフルカバーさせていただく。滞納が起こってからお部屋が空っぽになるまで、お部屋の室内にあるような残置物の撤去処分費用なんていうのも全部当社の方でフルカバーさせていただく。そうすることによってサラリーマン投資家の皆さんの給料から持ち出し、ローンの返済を、する必要もないし、貯金からローンの費用を持ち出すこともない、裁判の費用を持ち出すこともなく、我々のでしっかりとカバーをさせていただくので、そうするとですね、もう平準化した安定的な毎年毎年のですね、キャッシュフローというものを得ていただくことができる。そんなポリシーに基づいてですね、当社は創業当時からですね、この無期限滞納保証プランというのを貫いています。
なので当社の管理でもですね、これがもうオプションではなくですね、通常付帯させていただいて、管理料の中に込みで、ね、サービスとしてご提供させていただいております。そしてですね、3つ目の、主要業務としてですね、プロパティマネジメントです。当社の PM 経営代行とはですね、このような形で投資家様の目的を理解して達成に導くための不動産経営コンサルティングと題しています。当社はですね、オーナー様の目標達成というものを最優先課題としていますので、それに必要なことに注力していきます。なので必要以上にいろんな報告をしたりとか連絡に時間をかけるよりもですね、より早くより確実に目標を達成するためにどうしたらいいのかという分析だったりとかご提案のところにしっかりと時間を使います。でこれから人口が日本は減少していくっていうのは皆さんご存知の通りですから、ただ管理するだけの受け身の姿勢では皆さんの目標は叶いにくくなっています。目標から逆算してね、どうすべきかっていう経営ですね、本当に事業を経営するという姿勢が求められているんです。ただ本業あって不動産投資をやられている、副業として不動産投資をやられている方がほとんどだと思いますので、そうすると自分自身が本業以外に経営事業経営をするというのはかなり難しいと思うんですね。そこで我々の出番です。我々ではこういったツールを使ってですね、数字で見える化をすることによって、オーナー様と我々が同じ目線でですね、同じ物差しで可視化をした状態で不動産次どうしていこうかということを分析できるようにしています。管理会社でここまでの分析している会社さんってほとんどないと思うんですが、我々は管理のスタッフがですね、プロパティマネージャーがこういったツールを使って投資分析をすることができます。で、空室が発生したらできるだけ早く決めようとか、工事が必要になったらできるだけ安く済ませよう、トラブル発生したらできるだけ穏便に済ませようみたいな、これでは目標に向かって進んでいるとは言えません。多くの管理会社さんではこういうスタンスで仕事をしている方がほとんどです。ただ今どこに皆さんがいるのか、そしていつどの時点でどのポジションに行っていなければいけないのか、不動産経営にはその根拠が必要なんですね。その根拠を見える化したのがこのツールになっています。これからはますますですね、マーケットっていうのは激変していきますんで、そこの激変する市場においてはですね、こうやって数値化して現状を把握して、そして目標から逆算して問題改善をしていく、この PDCA サイクルをぐる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 回していくっていうことが唯一の道なんです。なので当社はこういった体制を整えております。オーナー様の窓口というのは担当のプロパティマネージャー1人専属でつきますので、基本的にオーナー様はご所有物件についてのご相談は全部このプロパティマネージャーに言っていただければ事足りるようになっています。でそれぞれのですね、各部門からご報告としてオーナー様にご連絡をいくことはありますが、この担当のプロパティマネージャーは全ての事象について把握できるような形の社内システムというものを整えておりますので、基本的にオーナー様からこのプロパティマネージャーにご連絡をいただければ事足りるようになっております。でそしてオーナー様のエージェントという位置づけですね、このプロパティマネージャーがしっかりと先ほどの投資分析表、オーナー様の経営計画表にのっとって事業を運営していくという形になっている。これが当社の PM という形になっています。なので本当に普通の管理会社さんとこのプロパティマネジメント会社っていうのは大きな違いがあるっていうのは、ここまででも皆さん十分ご理解いただいたんじゃないかなと思います。で実際我々もやっていて、やっぱ賃貸管理会社さんと我々のような PM 会社さんっていうのはやっぱ全然違うんですよね、ビジネスモデルとして。だから管理料っていうところだけで比較はされたくないっていうのが我々の本音です。しっかりといただいた管理料以上のですね、成果を出すためにどうしたらいいのかっていうのを追求した結果、こういったですね、ビジネスモデルになっているということをご理解いただきたいなと思います。で、これまでですね、プロパティマネジメント賃貸管理の特徴についてご紹介をしてきましたが、実際当社ではですね、 CF ネッツという売買の部門があって、私が代表を務める CF ビルマネジメントという管理の部門があって、そして南青山建築工というですね、建築の部門があって、この3部門が CF ネッツグループとして存在しています。でなので我々はアセットマネジメント売買の部門と PM、賃貸管理の部門が両立した国内唯一の組織体制である。どっちかに偏っていたりとか、同じ部署両方部署あるんだけれども、本当に管理が弱かったりとか売買が弱かったりっていうところばっかりなんですよ、日本って。ただ我々の場合本当に五分五分でここが成り立っているからこそ、お互いにこういう物件は管理中に困るからこういうのね、紹介しない方がいいよとか、逆に管理中にこのエリアってきついって思われがちなんだけど、全然家賃取れてるからもっともっと売買の方ですね、しっかりとご提案していいと思いますよみたいな感じ。
まあ、こういうような情報共有というのは連携ができるようになっているからこそ、より安定的に再現性の高いですね、不動産投資というものを実現しているわけです。ね、なので我々のようなこれからの管理会社に求められていることって、ただ経営期間中にいい成果を出すって、いい数字を出すってことじゃないと私は考えています。不動産投資家さんの成功失敗ってね、これからますます多様化していく、目的が皆さん全然違うんで、そうすると管理会社が取るべき方法も変わってくるんです。ただどうしても管理料が安い会社さんってやれること数限りあります。なので、お客さんの目的に応じて、まあ、いろんなですね、対応、柔軟な対応ってできないんです。ただ当社の場合は売買、賃貸、管理、建築、税務、法務、そして資産承継、相続対策までですね、しっかりと一貫して行っているからこそですね、全ての不動産大家さん、オーナーさん、クライアント、投資家さんを成功に導くことができる。だから我々はこういうような考えに基づいてですね、賃貸管理、プロパティマネジメントのサービスをご提供させていただいておるという感じになっております。で、特徴はですね、このような形でいろんなことがね、まあ、当社の方からサービスとしてご提供させていただいてますが、まだまだこれ増やしていきたいと思ってます。我々の CF というのはカスタマーフォーカス、顧客に焦点を当てた。顧客っていうのはオーナー様、投資家さんの皆さんのことです。投資家さんの皆さんが求めるようなサービスをどんどん追求していくために当社は、当グループはありますので、まだまだこういったですね、サービスの特徴というのはね、ここに羅列している以外にもいっぱい、ありますけれども、今回の動画でですね、主要な部分についてご紹介をさせていただきました。なのでですね、当社は、相場が 5% と言われている管理料の相場でも、我々は 7% をいただくという感じで、価格設定をさせていただいております。だからこそですね、逆に 3% の管理会社さんって、実際経営って成り立たないですよ。私も管理会社の経営者として考えると 3% じゃ絶対に生きていけません。特にこの首都圏関東ではですね。じゃあどうやって儲けてるんだっていうと、やっぱり入退去の時の工事で儲けたりとか、付帯商品で儲けたりとか、あるいは他のいろんなキックバックで儲けていかないとやっていけないっていうのが本当現実なんですよ。これが現実で、大家さんもぜひこの現実っていうのを理解していただきたい。 3% 見かけのね、料金っていうのは 3% なんですけど、それぞれのね、アクシデントごと、イベントごとにちゃんと利益持ってかれてますからね。ただ当社の場合は管理料をしっかりいただいてるんで、キックバックとかそういった目的でやりません。もうオーナーさんにとって本当に何がいいのか、どっちの選択肢がいいのかっていうことを純粋に追求できるように、この管理料を設定させていただいてます。もちろん空室の時には管理料をうちいただけませんので、ね、オーナーさんが儲かってなければうちは儲けませんから、オーナーさんにしっかりと儲けていただいて当社も儲けさせていただく、これポリシーでやっていますから、この管理料をですね、いただいた分以上の、ね、皆様への貢献をお約束しますし、当社ではオーナーさんと我々管理会社の利益相反がないっていうことをですね、ここにお約束をさせていただきますので、そういうね、お互いにギブアンドテイクの関係性だからこそですね、末永くですね、お子さんの世代、お孫さんの世代、その先の世代まで当社、当グループ一同ですね、お付き合いができるようにと考えて、こういったビジネスモデルを研究して今ご提供させていただいているわけですから、ぜひですね、この考え方にですね、まあ、ご賛同いただいた方はですね、当社に管理をお任せいただきたいなと思いますし、この管理料 7% って言ってね、高いなって言ってもですね、本当に裏側では、ね、工事で利益をぼったくるような会社さんいっぱいあるんですよね。そうするとその管理会社さんって大家さんの空室を期待してるんです。空室があるから客付けて数量も稼げるし、工事代も稼げるし、入居者さんに付帯商品も売れるわけじゃないですか、ね、そうすると大家さんの空室を願う管理会社が本当にいい、ね、管理、賃貸管理サービスできると思いますか。少なくとも私だったらやりたくないですし、そういうところですね、オーナーさんにしっかり儲けていただいて、その分しっかり我々も儲けさせていただく。だからちゃんと家賃も上げようとか、オーナーさんの売却提案してしっかりと儲けていただいて、次の物件買い替えていただこうとか、そういうような感じでオーナーさんにとって一番いいね、ベストなチョイスというものがご提案できると私たちは考えておりますので、ぜひね、この考え方を当社のオーナーさんはもちろんですね、世の中の皆さんにもぜひ考えていただきたいなと思います。はい、ということでですね、今日はですね、 CF ネッツグループの管理会社である CF ビルマネジメントのプロパティマネジメントプラン、
賃貸管理のプランの特徴についてご紹介をさせていただきました。この他にもですね、いろんなですね管理のサービスっていうのは私たちのでご提供していますので、今の管理会社さんにお困りの方だったりとか、当社に管理をお任せいただいてるんだけど全部のねサービスについて知らないよとかっていう方ももしかしたらオーナーさんの中でいらっしゃるかもしれないんで、ぜひこの動画を機会にですねお声掛けいただければ、こういったこともやってるし、こういったこともやってるし、逆に今やっている管理会社さんのね、こういうところは良くないと思うんだよねっていうご相談も我々の方でですね、しっかりとじゃあこうしたらいいんじゃないですかってご提案もさせていただきますんで、ぜひそんな感じでですね引き続き身近なパートナーとしてですね当社を活用していただければと思いますので、ぜひねそんな感じでやっている会社なんだなということを今日は認識をしていただいてですね、そしてまあこれからまた皆さんの不動産投資がうまくいくことをですね私は切に願っておりますので、ぜひ何か困ったことあったらいつでもご相談をいただければと思います。ということで本日は当社の PM の特徴についてご紹介をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。